さあ、早速なんですけども、まあ、走っていただく前にちょっとだけ思い出を振り返っていただければと思うんですが、今日最初に走らせていただきます R3813PAIS ということなんですけども、こちらの何の思い出というのはございますか？あのこの時代は僕はあのもう竹井氏というチームなんですが、プローが T70 だって敵なんですよ。ライバルというのはですね、はい、その日産ワークス、あれは北野元さんの仕様というふうに伺っておりますけれども、あの当時のレースっていうのは本当に命がけっていう言葉があったぐらい本当にすごいですよ。そうですね、さっきとの安全性っていうことが今から全然違いますからね。そしてワークスもやっぱりその使命感というか、やっぱりこうドライバーたちも勝たなければいけないこの背負わされているものの重さっていうのも違いましたね。全然違いますね。まあ、その当時、ハゼリさんからご覧になってライバルでしたけど、かなり手強い存在でしたね。そりゃそうですよ。あ、もうやっぱりメーカーはもうあらゆるもの、いいものを揃えますよ。まあ、プラチナチームとは違います。まあ、そんな時代のですね、車両が今回また蘇って、そのサウンドと、そしてスピードと、あと見ていただきたいのはこのリアウィングですね。そうですね。もちろんですよね。いいアイデアですよね。皆さん今日はですね、この日産の車両なんですが、フルコースで走っていただきますので、コーナーが連続する区間ではリアウィングがこう右と左のユニットがそれぞれ独立して動くという。そうですね、それを見極められたら大したもんです。じゃあそのあたりを皆さんにはご覧をいただきたいと思います。